さあ今回はフリーウェルさんからお借りしたアナモルフィックレンズそしてワイドコンバージョンレンズの紹介ですさあアナモルフィックレンズ映画の一部で使われているまあシネマティックな映像を撮る時に使うレンズですまあね横をね少し圧縮して撮影して編集で、まあ、横を伸ばす というようよな形のレンズなんですねなのでこうやって横広がりの映像が綺麗に映るという仕組みなんですねえその代わりそのまま編集しないと縦長に映ってしまいますこれ圧縮変換なしの状態そして一般的なアナモルフィックレンズ横の比率が1.333なのでの えー、フリーウェルの場合だとこれを1.333にすると横広がりに移ってしまいます。えですのでフリーウェルの横は1.18倍に引き伸ばしていますえ。通常ね、これスケール対比では直さないんですけどもスケール対比じゃないと直せないというところも特徴の一つですえ。通常のアナモルフィックレンズの縦横比で島を取ってみました。えこちらが 通常のアナモルフィックレンズとは違ってフリーウェルのアナモルフィックレンズの縦横比に直したものです比較してみるとねよーくお分かりになると思います真ん中の島が下だと横広がり上だとま縦というか標準的な形で映りますよねさあアナモルフィックレンズこういったシーンでよく多用されますね有形で広がってねちょっとブルーがかった感じで えー、綺麗な形でで映るんですよねえもう一つの特徴夜に光を映すとこのアナモルフィックレンズだと横にねブルーのレーザー光みたいな形でキラキラキラッと伸びるんですよね光がえこちらなんかも左から自転車が走ってくるんですが近寄ってくるとこの光がブルーの筋が出るとえ路地裏なんかも映したんだけどあまり何か効果がないかなと思いました ということでこのフリーウェルアナモルフィックレンズ非常に面白いレンズなので購入検討してもいいんじゃないでしょうかねさあ続いてワイドコンバージョンレンズですいわゆるワイコンと言われているレンズにもう一個レンズを足して横広がりに映るように撮影ができるというようなコンバージョンレンズですね まあこのワイドコンバージョンレンズ、若干ね、あの左右に蹴られが出てるのがわかりますか。まあ、蹴られというのはちょっと黒い影のように見えるものですね。まあ、蹴られっぽい感じに映ってしまいますね。そして、ワイコンの特徴的なのがこちらの映像ですで。左右を見ていただくと、ぐにょっと何か映像が歪むような感じがしませんかもう一回。 さあチルトアップで何かこう地平線が丸くなったところから平らに移ると、まあ、これがね特徴的でもあるんですね、えー、サッカーコートを上から移してみるとよくわかると思います、えー、左右の田畑も何かこう左右に向かってすぼんでるように歪んでいきますね、まあ、樽型という歪みでいいんでしょうかね、まあ、そんな感じになってしまいますよね、えー、さあ 今度はねサッカーコートを地上からまあ地面の方から空に向かって上げてみましたまあ同じように歪むのがわかると思います、えー、ただねこれも楽しみの一つとして映像を作るのもいいと思いますさあ今回はワイドコンバージョンレンズそしてアナモロフィックレンズの紹介でしたこの動画がいいと思ったらグッドボタン悪いと思ってもグッドボタンチャンネル登録もよろしく